七こと立志聖徳五年東京国立博物館、細井光沢教法二十年十二月二十三日は、江戸時代中期の儒学者、書家天国家名は、知心、字は黄金。通称は、次郎太夫。広沢和合。別号に、玉川、失号に思えはらさい、勝利案、気象堂などがある。万事元年十月八日に、とうとう海国掛川において、 細い原作、ともはるの次男として生まれた。母は山本氏。父は主君である松平ヒが守が違法された番州証に従い、父が江戸詰めになった後、漢文12年から朱子学を堺進む県に学び、遠方5年から書道を北島幸山、鈴木道乙に学んだ。他にも、兵学、華道、天文、算数など、あらゆる知識に通じ、 白学をもって、元禄前期に、柳沢義康に二百国で召し抱えられた。また、剣術を、堀内正春に学び、この堀内道場で、市範大の赤穂浪士の堀部竹恒と親しくなった。赤穂事件でも、堀部竹恒を通じて、赤穂浪士に協力し、内入口述書の添削を行い、また、堀部安兵日記の編纂を託された。キラテー内入計画に、 かなり深い協力をしており、竹爪からの信頼の厚さが伺える。この事件の間の元禄1 5年に柳沢家を放築された。広沢が幕府側要人、松平明帝ともめ事を抱えていた友人の弁護のために代わりに抗議した結果、輝亭の不況を買い、広沢を放築せよとしつこく、柳沢家に圧力をかけるようになり、 吉康がこの圧力に屈したというのが法築の原因である。しかし、吉康は広沢の学識を惜しんで、老人後も広沢に毎年50両を送ってその後も関係も持ち続けたと言われる。教法20年12月23日に死去。著書に国事国訓弁、痺児様がある。明治30年14位を追贈された。広沢書道に多大な貢献をしている。 書に関する著述には、菅が百端、痺児様、罰新仙など多数。筆譜に、思えはらさい勘定二譜がある。また日本天国の先駆とされる初期江戸派の一人である。乱国元定めや松浦政権などに学び、民の唐虎や一元に、司法師、羅公剣の秋牧鉄などから独学した。また坂木原高村巣や池永はじめ本。 今井純紗良との交流で互いに研鑽した。とりわけ、池永和峰と共に正しい天文の形を世に知らしめようと天体移動うを表した。また、法上の拓打について新しく正面釣りの方法を考案して対局長を告している。広沢とこの細い旧札きの印を集めた陰譜、希象堂陰譜があり、日本における文人天国の講師とされている。 門弟に、関司教、柳沢紀縁などがいる。墓所は、東京都世田谷区とどろきの万願寺にある。この寺に、広沢の寺国院が二十数か伝わっている。測量家としては、高毛流測量術の一派とされる山崎流に属しており、測量術をまとめた、秘伝地域図、法大前哨1717年に表している。儀を使う測量を説明し、 この資料には演習を360度に分けるたびの方法を読み取れる。ありがとうございます。